ご来場の皆様、お待たせいたしました。ただいまから選手インタビューを行います。京都外大西高校の山田勝弘選手、そして戸田選手にお越しいただきました。皆様拍手をお願いいたします。それではまず山田勝弘選手からお話を伺います。まずは今日先発のマウンドに立ちました。気持ちいかがでしたか？初めての先発だったんで気合い入れていこうと思いました。初めての先発のマウンド、緊張しませんでしたか？いや、楽しかったです。楽しかったということで、今日は6回まで投げてなんか0点に抑えました。今日のピッチングを振り返ってみていかがでしょうか？ゴロを打たせてアウトを取れたんで良かったと思います。味方は初回から得点を取ってくれましたが、そのあたりはいかがでしょうか？いや、投げれてとても投げやすかったです。それでは今日見つかった課題なんていうのはありますでしょうか？6回の爪の甘さで先頭フォアボール出してしまったので、そこを詰めていきたいと思います。それではまた次の登板に向けて、意気込みをお聞かせください。頑張ります。ありがとうございました。山田勝弘選手でした。続いて戸田選手にお伺いいたします。試合を振り返ってみていかがでしたか？こっちのペースで運べたとは思うんですけど、その7回の失点がいらなかったと思っています。ご自身のバッティングを振り返って良かったところを教えてください。やっぱ1打席目に、1番が出れなかったのをカバーにしたのは良かったと思います。練習試合で特に意識されていることはありますか？今日の大会で負けたんですけど、大会への緊張感っていうのが練習試合に足りなかったんで、それをもっと高めていこうっていう話になってます。最後に目標をお願いいたします。全国制覇です。ありがとうございました。以上、京都外大西高校山田勝弘投手、戸田選手にお伺いいたしました。ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。